爆弾低気圧の通過でね、欠航となった太平洋フェリー。翌日の北上をね、予約して、なんとか1日遅れで北海道へ戻れそうです。2時間くらいのね、遅れのようでしたけど、昨晩のようなね、大荒れは全くない朝5時半の太平洋です。さすがにね、日付超えるまではね、過去例を見ないほどね、フェリー揺れてましたけどね。苫小牧港へ到着です。ご覧の通りね、天候は晴れです。風はだいぶ強いですけどね。私はいつもね、苫小牧港から、JR 苫小牧駅まで、交通費を節約のため徒歩にしております。そしてね、到着遅れのために、想定してたね、 JR には乗れません。こっからはね、さらにね、青春18切符普通列車でね、戻るんですよ。なので、ね、ノルズ電車の時間調整のためね、ここでランチをいただくことにしました。平日限定ランチがお得なね、回転寿司回転丸です。1時間の猶予あるんでね、しっかりここでね、飯食ってから移動します。こちらがね、平日の限定ランチメニューです。以前特集してね、一つの動画にまとめたんで、そちらの動画をご覧くださいませ。この動画説明欄にリンクしておきます。この時期のおすすめはこちらでした。塩水ウニも食いたいけどね、さすがに一皿748円は手が出ません。この海苔汁はね、一杯セルフサービスです。今回はね、まだ少し時間に余裕あるんで、10貫ランチにしました。税込み715円です。10貫の寿司ネタがね、イートインでこの値段でね、いただけるとはお値打ちものですよね。この度最後の最後でね、北海道の寿司がいただけるのはね、なんとも幸せです。これはエビサラダ軍艦やったかな。まあそんな高いネタはね、期待できひんけどね。で、北海道でいまいちはサバなんですよ。このサバもね、酢じみが酸っぱすぎます。ヤリイカの姿はまあまあですね。で、甘エビの握り。マグロ赤身。ハマチ。銀ガレ。サーモン。やっぱね、北海道はサーモンが美味しい。
でネギトロ。カツオ。そして、別に頼んだ本日の海鮮切り落とし軍艦182円。何かしらね、白身の魚の脂の乗ったのと、ホタテかな、小柱みたいなのでしたね。これは美味しかったです。コーヒーも一杯無料です。こっちはそんな美味しくないですけどね。この10貫ランチプラスね、一皿で、約900円。ほんとね、安くてね、価値ある寿司ランチでした。めっちゃ早足でね、苫小牧駅までね歩きました。しかし3月末でもね、北海道寒いですよ。外の気温はこれ2度です。苫小牧港からね、苫小牧駅まではね約5キロあります。そして回転丸はね、その中間で、休憩ポイントになりました。もうヘリが遅れたんでね、本来はここからね苫小牧を北上してね、岩見沢を目指すんですけど、その電車がねもうないです。まずはね千歳駅を目指すこととなります。そして千歳駅からね快速エアポートに乗って札幌へってルートですね。この少し迂回するルートならばね、列車の本数が結構あるんで旭川へ早く戻れます。でなければもうこの日の到着は約5時間以上の遅れになりますからね。これが JR 北海道の現状です。本当にね、電車の本数がめちゃめちゃローカル線少ないんですよ。札幌駅で岩見沢駅に乗り換えます。岩見沢駅前ですね。こんな小屋あるの初めて知りました。お客様へ繰り返しご案内いたします。この列車すでに発車時刻を迎えておりますが、異なる場所特急列車というのためこの列車は発車を3月終わりでも岩見沢はまだまだこんな雪景色です。この馬さんはね、岩見沢駅ホームのシンボルですね。岩見沢駅発、旭川駅の普通列車です。1ヶ月以上の長かったこの旅もね、この交通手段で終わります。駅に着いたらね、相方が迎えに来てくれますね。あれ？この区間の車両変わりましたね。以前はこんなロングシートじゃなくてね、クロスシートやったんですけど、しかし最後の最後までつまずきます。
先行列車がね、車体の下にね、鹿巻き込んだっていうアナウンスでした。ここからね、約1時間ストップしたまんまでした。多分きっと巻き込んだらしいです。これにてね、2023から24期間旅も終幕です。ただとある理由で2024年4月から、この旅を続けることになっちゃったんですよ。ってことでね、このシリーズは第3章へ続きます。